さて、僕が超能力者だとバレないよう今日も頑張るカイドウ。ああそうだぜ、最強超能力者。おい知ってるか、松崎が今日休みらしくてな、何でもオタフ風で寝込んでいるそうだ。この俺っちを舐めてんじゃねえぞ。残念だがこの俺様は騙されんぞ。貴様か、ま、それぐらいことか。あっやれやれ、危ない危ない。で今度は屋上からカメラを落としたら空中に静止したって。見せてもらったわ。お、てめえまさか嘘だったんじゃねえだろうな。ああ嘘じゃねえよ。うわ出たビーム。花粉症が辛そうだな。うわ汚っ、穴という穴から体液が出てるじゃないか。どうしたクソ。いやこれはな、これがめっちゃ僕のゴリラ。くしゃみで一瞬体が力むことによってまた絶対無差別じゃないだろ。無差別、無差別どころかピンポイントだろ。早く飲まないと。やってしまった。何が爆発した。どうか粘土の頭であってくれ。悪く思うなよ、お前が悪いんだ。まもなく左脇腹町ゴミ拾い大会を行います。すごい人だな、ゴミ拾いにこんなに集まるのか。半分正解だな。誰だお前は。竹ぼうきを用意してきたのは正解だが使い方は不正解だな。ねえ聞いた、音楽室の幽霊の話。何それ、誰もいないはず。不思議だね、すごい不気味よ。話は聞かせてもらった、幽霊ならお任せっす。絶対だろ。スイさん、じゃあ助けてください。なんか夜の学校ってワクワクします。意外だな、やはりいないか。だがお前の目から見てどうだ。何がいるんだ。超絶かわいい。どうでもいいな、残酷な仕様だな。好きなだけ弾いたらいいさ、僕に情熱的なバラードを聴かせておくれ。わかりました。え、うち来てくれんの。いえそれは死んでも嫌ですけど。幽霊ジョークピアノ。え、あれあのピアノ聞こえたって。悲しみの入り混じった声で、ほいでほいでって。なぜ。一生のお願いがあるんすけど。あのあいつにしてはまあまあいいことしたな。しかしそこまでして家に呼びたいのかね。よし、これならもう心配いらないだろう。そして月日がたち、いよいよ誕生日当日。もしかして気に入らなかった。ああそうじゃないの、ただ手芸道具やミシンがないから困っちゃって。しかし飾るものがないのはわかるが、これは気持ち悪いのでやめてほしいな。突然だが、動物と話してみたいと思ったことはあるだろうか。そんなみんなに一つ忠告しよう。やめておけ、泣くぞ。例えばあそこにいる犬、すれ違う人みんなに振り向く人懐っこい子犬に見えるが、実際はこう。殺す。びっくりしたでほんま。自分ワイの言ってることがわかるねんな。スタートハムスターかけとんのやぞ。ノリが鬱陶しい。まあいい、じゃあな。ほっ、え、まったく気の利かんやっちゃな。やれやれ面倒だな。あ、僕はもう帰るぞ。ちょっとさてと、さっき拾った脱走ハムを引き取ってくれそうなのは、とりあえずめぼしいやつ全員当たってみるか。え、ハムスター。そうだ、飼う気はない。走ろうか。あ、まずは5分ダッシュかける3からだ。何、さあ走れ。まあ実験用のマウスが不足していたところだ。ようこそ我がラボ。では早速始めるか。はあ、やっぱこのガキ、ワイも解剖する気。任しとけよ。気持ち悪い声出して何の騒ぎだ。あ、くそ。こんなことだろうと思った。え、何これ。どうしたママ。ものすごく硬いわ、クーちゃんの肩。うわ、なんじゃこれ。金属音。うわ、しかも木刀折れた。ダメ、硬すぎる。鉄より柔らかいものじゃ歯が立たないわ。床が抜けた。やれやれ、もう少しで家がめちゃくちゃになるところだったな。うん、悪くないが少し弱いな。3歳になる娘にトントンされてる父親の心境だな。おお、これは規則的なリズムにちょうど良い強さで血行が改善されていくのを感じる。お、帰ってきた。どうだ、疲れは取れたか。肩こりが治ってる。何、そうか、電気治療器と同じ原理でこりがほぐれたんだ。力が溢れ出してくる。溢れ出ちゃダメだわ。あの時気づくべきだったのだ。これから起こる大きな災難に遡ること11時間前。佐伯何してんだ、早く来いよ。
やれやれ、このくだり何回やら好きだ。じゃあ状況を整理するぞ。奇跡的にこの部分だけ一緒に流れ着いたんだよ。大食いの最中に水を飲むやつは素人よ。それにだ、世界有数の財閥の御曹司がここにいるのだ。世界の宝だ。確かにみんなの言う通りだ。でもなんだ、何か引っかかる。そう、カイドウの予感は間違ってない。何をしてるのだ貴様。お、どった？どうもこうもない。この食いしん坊が食料庫の食い物を食ってやがったのだ。おい、食料ねってどうする。最原因不明の病が僕を襲った。最近もう終わりだ、救助は来ない。槍が撃ってきたぞ。一体誰が。お、すげえなメラッチ。いやすげえけどどうしたんだそれ。先住民かと思ったぞ。いやわかんねえから。ウガウガ何言ってんの。え、何。君が苦労して取ってきてくれた食料絶対に無駄にしないよ。ありがとうメラさん。食料がない。ああどうなってんだ。1日分くらいまだあっただろ。あのアマゾネスぶっから。落ち着けアレン、勝てるわけがない。そうよ、森はやつのテリトリーなのよ。ダメだ、俺の体が無意識にあれを食べ物だと認識しちまった。ま、マジで本当だ。非常食がこんなに。メカ、これどうなってんだ。こんな偶然あるか。きっとテルハシさんが神に愛されてるおかげだぜ。そうだそうだ、テルハシごと万歳。早く脱出する方法を見つけないと。ん、何見てんだ粘土。それだ。どうしたんだ急に。今この場所で全員を瞬間移動させたら。お、おい、ノコギリだ。ノコギリが流れ着いてきたぞ。しかも人数分テープまであんぞ。おっしゃ、切れた。設計図も書いてみたんだ。ほら、これなら分かりやすいだろ。わ、わあ。人手がもう少し欲しいな。カニか。カニは確かあれだよな。全然相手にされなかったな。それ以上はやめてあげて。あとはメラさんにも声をかけたいけど、どこにいるんだかさっぱりだし。ただ一人を除いて。おお、一日で結構進んだじゃねえか。すっげえ完成形。それより何よ。よし、全員いなくなったな。さてと、作業を始めるか。さてと、あとは念のためあれの準備を進めておかないと。